はい、どうも皆さんこんにちは、レイです。今日はですね、皆さんにすごい大切なね、お願いというかしようかなと思っております。何かって言ったら、このチャンネルをね、収益化させようと僕思ったわけですよ。でね、その収益化をさせるための条件があるんですけど、その条件が、チャンネル登録者数がある一定の数を超えないといけないっていうのと、視聴時間ね、視聴時間が全ての僕のチャンネル その動画のさ、全てのトータルの、時間、視聴時間が何時間以上っていう規定があるんですよ。で、それを早くしたいなと思ってて、皆さんにそれをお願いしようと思うんですけど、いやいやとね、そんなの自分のさ、その収益のねためにさ、何をお前人にお願いしてんねんってね、思われた方おれると思うんですよ。いや、じゃなくて、僕はそんなことすると思います？違うんですよね。ここの僕のチャンネルで上がった収益をですね、僕は僕の所属してるダンスサークルがあるんですけど、そこに、全部寄付っていう形でしようかなと思ってるんです。で、どんどんすんのみたいなね。そうで、そういう風になった経緯と収益化のためにどうしていただくかっていうね、その話を今日はしようかなと思っておりますので、よろしくお願いします。はい。その前にですね、告知をね、前回もやってるんですけど毎回します告知させてくださいね。僕はですね、このね、今年の夏休みを利用して、僕の将来の、研修先およびその就職先となる病院および医院をですね、見学にね、行こうと思ってるんです。それでね、見学に行くのもさ、何のその縁もゆかりもないようなところ行くよりも、まあ、このねチャンネル見てくださって、あいつ面白そうやなみたいな思ってくださるような、僕のことをある程度分かってくれてはる人のところに行きたいなと思うんですよ、ね、なのでぜひね、これを見てちょっと面白そうだなと思っていただいた方はですね、申請フォームを作りましたので、ここにね QR コード出してるでしょ、ここから飛んでいただければいいんです。はい、読み取っていただいてね、それかもしくは概要欄のね、この概要欄にある見学申請フォームっていうのを僕作ったんで、そこをポチっていただければその、フォームに飛びますので、そこのまあ、こっちも概要欄もそうなんですけど、第三者にはもう見られない僕とそのあなたのね、まあ、直のやり取りになるんで、興味がねある方は、ぜひ、お願いしますね。はい、これを見てね、ある程度僕のことは分かって、あ、こういうやつなんだなっていうのを分かった上で、その研修期間もしくはその、就職につなげた方が、人間関係を最初から作っていくよりも、もうある程度そのなんていうの、考えの共有っていうのはできてるじゃないですか。だからそのステップを飛ばせるなっていうので、まあいいかなと、効率的だなと思って、僕はまあここでこういう風に言ってるんです。はい、というので、どしどしねお願いしますね。はい。はい、始まりました。収益化したいんですとね、支援のためね、僕のサークルの、支援のために収益化したいんですっていう話から始まったんですけど、今日ね、まずね、収益化のための条件っていうのがあるんですよ。チャンネル登録者数が1000人以上っていうのが一つのポイントなんですよ。で、ここをまずクリアしないといけない。そして二つ目は、その動画、自分が出した動画の総再生時間が4000時間かなを超えないといけないね。その2つの条件を満たした時点で申請するんですよ。その Google にね、収益化したいですって言って。で、OK ってなったら、収益化できるんですけど、僕のチャンネル今のところですね、その1000人全然いってないんですよ。登録者数が半分くらいしかいってなくて。で、まあ、そこのね、あと、まあ、500人か400人ぐらいを、ぜひね、皆さんポチッと押していただくだけでいいので、そこを押したいなと。あとですね、その総再生時間なんですけど、これは回数じゃないんですよ。視聴回数ではなくて、その人が見た時間ね、一つの動画に 何分見たみたいな、それの 累積なんですよ。それが4000時間っていう。で、これをね、今のところどれぐらいいってるかな、3500ぐらいかな、3500時間ぐらいいってて、あとちょっとなんですけど、まあ、そっちの方もね、ちゃんとパパってこうやってさ、人によってはさ、飛ばし飛ばし見る人いるやん。それをするとダメなんですよ。だって総視聴時間の累計なんで。そうだから、まあある程度、まあ、できればね、あんまりその人から時間を奪うのも嫌いなんで、できる限りちょっとちゃんと見てほしいなっていう
子なんですよ。まあそういうお願いですね。で普通自分、普通どんな日だって普通この収益上げたのを普通自分の懐にねこう入れるじゃないですか、こうやってしめしめみたいなね。それをなぜしないのか、なぜ人のね人へプレゼントするのかって言ったら、まあ僕がねこのチャンネルを YouTube チャンネル始めてすぐぐらいかなに、そのサークルのね飲み会があったんですよ。でその時にちょうど今の部長さんかなと話をしてて、いやレイさん見てますよみたいな、 ありがとうって言ってて、でじゃあレイさんあの収益化できたらあの僕にお酒おごってくださいねみたいな感じで言うたから、僕がねいやいやいやと、そんなお酒おごってくださいねみたいな、そんなケチくさいことをなんか俺がすると思うかみたいな、もうその収益出た収益全部この DMC に、あ DMC ってこの僕のそのサークルね、サークルの名前ね、うん、に全部あのくれてやるって言って言うてしもったんですよ。まあまあ酒の勢いっていうのもあるんですけど、まあ今となれば何のこと言うたんかなって思ったんですけど、まあまあいいじゃないですかって言うてしまった手前もう戻れないんですよ。だから自分の分じゃなくてその支援のね、これ毎月収益が出てくるので、その毎月その支援のサブスクリプションっていう形で支援のサブスクですよね、言うたらそれをまあまあどうしようかなと思ってるわけです。なんで今のタイミングでそういうこと言い出したかって言ったらさ、うちのサークルに限らずどこのその大学の部活も今もう停止なんですよ、完全に活動が。しかも、まあ、去年ですね、コロナがこう日本に上陸してきて、まあ、1月ぐらいだったっけな、そっからずっともうほぼ活動が停止、ちょっとなんかなんていう小康状態っていうか、まあまあちょっと落ち着いてきたかなぐらいの時で、まあやってもいいんじゃないのっていうお触れが出たんですよ一旦。でもやっぱりまた緊急事態宣言が出て、それでもう完全に停止になったんですよ。もうだから部活の活動も絶対ダメやし、あ発表もダンスの練習して発表も無理なんですよ。発表ね、もう言うたら何のために練習するか言ったら、その発表会があるから練習するみたいなとこあるじゃないですか。その発表もね、うちだって発表するって言ったらもうクラブぐらいしかないんですよ。クラブを貸し切ってやるっていう、そのこともできないし、すごい大変な苦しい思いをずっとしてて、言うたらもう新歓もできない、だから新入生ももう入ってきてないわ多分それやし、何あとまあ飲み会も禁止やね完全に。でそういう正規の飲み会はダメやし、あのまあ個人的にこうねするのもダメって言われてて、だからもう何にもできないんですよ。言うたらうちのサークルってまあサークル、まあ一応部活なんですけど、結構ねあの肩身狭い思いをしてて、ちゃんとしたねその練習場もちゃ与えられてないんですよ。じゃあいなんか練習場で、まあ、掘ったて小屋みたいなところで、あのまあ細々とやってるみたいな、部員はね多いのにやってて、やっぱりちっちゃいところでそういう、ダンスの練習したらさ密になるやんか。だから密になったらダメだっていうことで、そのまあまあそのあんまりそのねよく思われてないのはまあ確かなんです。でね、ただなんか助けてあげたいなっていうのをずっと僕思ってるんですけど、今回ですねその支援のサブスクっていうか、そのまあ収益化することによってお金をさあげれば、そのことでさ広い体育館とか借りれるじゃないですか。そういうところで借りてやれば密にはならないし、練習まあできるじゃないですか。やし、その発表もさクラブじゃなくて、まあ、ああいう密じゃないところじゃなくてさ、もっと広いところを借りてやればあの、まあ、問題ないと思うんですよ。まあ飲み会はさすがにあかんかもしれんけど、まあまあそういうところで助けてあげたいなっていうのがあって、今回こういう動画をねあの発信してるんです。いやいやとね、そんなん言うんやったらねそんなん言うんやったら、こそんなさ支援のサブスクみたいな収益化してみたいな、そんなまどろっこしいことせんと、お前がね僕がね直接金払ったらええちゃうかね思われた方、まあおられると思うんですけど、それじゃダメなんですよ。だってね、まあ多分コロナはずっと続くだろうし、まだね、あと何年か続くでしょこれやし、僕がこれ卒業した時点でその支援って止まるじゃないですかそれね。じゃああんまり意味ないわけですよ。でもこの収益化することで、この支援のサブスクを行うことによって、僕が卒業してからでもずっとそのこのチャンネルが存続する限りずっと支援が止まることはないんですよ。だからそういうところで大きいなと思ってて、でねこれを聞いてたか聞いてる方ね、いやいやね、なお前にねメリット全くないよってね思う方おられると思うんですよ。いやいや偽善かよみたいな、もう偽善やってんじゃねえぞって思われる人もおると思うんですけど、いやこれ偽善とかね
いい人とかそんなんじゃないんですよ。だってね、これね、僕はこの支援のサブスクを行うことによって、これを見てる方とか、うちのサークルの女子たちが、あ、レイさんかっこいいって思うじゃないですかね。うん、だから純粋に女子にモテるじゃないですか。うん、うん、ですですそれです。はいはい、そういうことでですねふざけてるな俺前は。そういうことで、うん、皆さんね、収益化させてくださいっていうお願いなんです。だってね、皆さん思い出してくださいよ。皆さんが過ごされたね、その大学生活で、その大学生活を彩ってくれたのって部活って大きくないですかね。それ部活があったから、そのなんていうの、楽しい日々を送れたっていう方、僕以外にもたくさんおられるはずなんですよ。そのね、学生時代を、まあ、言うたら青春時代を彩った、それをコロナが奪おうとしてるんですよね。そういう青春をさ、こんなコロナみたいな、あんな丸いイボイボのついたようなやつらにさ、取られんのってさ、なんか嫌じゃないですか。だから彼らのね、楽しい思い出を奪われないために、なんとかしてあげたいなと思うんです。うん、で、だから僕がお願いしてるのは、そのお金出せとそんなんじゃなくて、もう皆さんがチャンネル登録ね、このチャンネルポチッと押すことと、見ていただくこと、まあまあまあ、もう僕も頑張りますけど、このね、チャンネルが人気出るようにね、まあそれはまあもちろんなんですけど、ぜひね、まあまあ友達とかに紹介するなりして、ぜひ多くの人と共有して助けていただけませんか。はい、それが言いたかったんです。はい、ということで、皆さんがにやっていただきたい、ことはですね、まず、チャンネル登録ですね。それと視聴時間ですね。それをぜひともね、お願いいたします。はいはい、なんかね、最近ちょっと真面目ですよね、僕ね。そうなんですよ、最近真面目なんですよはい、最近硬い内容が多いっていうのは、まあしょうがないですよね。なんでかって言ったら、あれなんですよ、学校の教官とか見てんですよ、これ見てるでしょ。だからあんまふざけたこと言えないんですよ、悪口とかね言えないんだよな。だから、あ、そうです、思い出した。そう、収益化することによって得られるもう一個のメリットがあるんですよ。ライブができる、生配信っていうのができるんですよ。生配信っていうのは、生でその僕の動画を放送して、で、生でそのなんていうの、視聴者さんとこうやり取りができるんですよ。そうで、そういうのができたりとか、あとプレミアム公開っていう、あるそのなんていうの、ある程度そのお金を払ってる人じゃないと見れないっていうことがね、ことができるんですよ。だからさ、その学校腹立つ先生の悪口とか、ここで絶対言えないんですよ、僕は。でもそういうプレミアム公開とかさ、あんまりそのなんていうの、記憶残らない生配信とかやったら何度も言えるじゃないですか。だからそこができるっていうのが、まあメリット一つではあるかな。いや別に悪口言いたいわけじゃないけど、そのなんていうの、あいつだみたいなとか言えるじゃないですかあいつ気をつけろよとか、あの教科やばいよとか言えるやん。だからそういうなんていうの、それとか、あと視聴者さんとこう直にやり取りできるから、うん、その距離がより近くなるっていう、そのメリットがあるんで、まあそういうメリットもありますよ。なんでね、ぜひね、チャンネル登録と、視聴ね、時間ね、それをね、お願いします。はいはい、ということで、今日もね、ありがとうございました。そしてよろしくお願いします。はい、では失礼します。はい。